ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がメルセデス AMG GLS63 2016年式28100キロ、こちらの車になります。はい、今撮影を始める前にカメラマンが狭いっすねって言ってたんですけど、はい、狭いんじゃないんです。車がでかいですただただでかいだけですね、はい、これいいの来ましたね。そうですね、ちょっとうちとしては GLS 初めてになりますかね。そうでしたっけ。はいはい、まあ、まだ1年ぐらいなんであれですけども、ちょっと初 GLS63 になってます。はい、登録台数も割とちょっと少なめですかね。そうですね、やはりちょっとこのガタイの良さ、うん、なかなかこう持てる環境の人がちょっと少ないのかなっていうイメージの車ですので、はい、C クラスとか S クラスみたいなちょっとこの台数からするとちょっと少ないかと、ね、はいはい、僕も今回あの予習しようと思ったんですけど、はい、ほとんどなんかこ う, う、ね、出てこなかったです。データというか情報があんまりないです。はい、まあ、車両紹介しますよとか、なんかその試乗、まあ、プロの方のインプレッションとかってもうほとんど出てこないぐらい、はい、そうですね、ちょっと車的には珍しいのかな。そうですね、はい、あんまり多くないですね。はい、ただ結構この辺をどうなんだろうと思ってる方って意外に少なくないと思うんですよ。そうですね、はい、でまた新型が出てだいぶ価格がこなれたじゃないですか。こなりましたね、はい、ちょっと価格は控えますけれども、はい、動画なんで詳しくは見ていただけるといいと思うんですけど、はい、もう脅威の、はいはい、そうですね、はい、やっぱりこういうすごい車が、はい、まあ、お買い得に乗れるっていうのは一つの魅力じゃないですか。はい、魅力ですね、はい、なんでこの車は今回どうなんだっていうところをちょっと詳しく掘り下げていきたいと思います。はい、でまず、はい、まあ、車的には2016年もう新しいのが出ましたけれども、出ましたね、はい、なんかちょっと調べたら、はい、やっぱりこれアメリカ生産。そうです、アメリカ生産になってますね。なんか歴代こうメルセデスの SUV は、はい、まあ、ML しかり、はい、アメリカのアラバマでしたっけ。アラバマですね、はい、で作られてきてるみたいですね。はい、そうですね、なんでちょっとその辺が感じ取れるところがそうですね、はい、ありましたね、はい、いろいろあったりとか、はい、まあ、詳しい方だと、はい、アラバマベンツって言うでしたっけ。そうですね、はい、ちょっと2000年初めに物議を醸しました。はい、そうですね、はい、それからでもだんだんやっぱりこう経験重ねて車作っていく上でだいぶかなり良くなってますよね。良くなっていると思います。はい、ただやっぱりこうどうしても僕らってこう特にメルセデス、日本におけるメルセデスのブランドイメージってやっぱり高級輸入車っていうイメージでこう構えてみるんで、その視点から見ちゃうとやっぱりちょっとあれ、そうですね、どうしてこうなったえっていうところありますからね。僕らもさっきちょっと掃除しててちょっとえっていう、はい、ただそれもやっぱりちょっと思い直したんですけど、はいはい、その視点じゃなくて、はい、メルセデスってやっぱりいろんな車作ってるじゃないですか。作ってますね、はい、もうそれこそ本国とかだと、はい、バスとかも作ってますよね。バス、トラックとか、はい、もうピックアップとか、ね、はい、言ったらもうタクシーなんかも、はい、空港とかも、はい、だからもう本当に高級輸入車というよりかもいろんなその乗り物を作ってる会社なんですよ。はい、会社ですね。はい、その視点で見て、はい、まあ、一つのその何ですかカテゴリーの車って見たら、はいはい、あれこれだいぶいいんじゃないと思って。そうですね、正直やっぱりそうやって見ちゃうと、まあ、あらというか目立っちゃうところはあるんですけど、まあ、全然車としてはすごくいい車だと思います。はい、であとは好きな人も結構、はい、あれ意外にこうなのって、はい、いう人も多いと思うんですよ。はい、でやっぱりアメ車好きな方とかいるじゃないですか。はいはい、なんでちょっとその辺をそうです、ね、はいはい、ちょっとお伝えできればと思います。はい、でまずは外観からいくと、はい、ちょっとなんかこの新しさと、はいはい、そうですね、ちょっと古さというか、まあ、まあ、ふ、まあ、そうですね、まあ、なんというかもう、はい、今までのっていう感じの、はい、伝統的なのと、はい、なちょっとなんかこう合わさった感じですね。はい、感じですね。はい、ライトなんかは割ともう最近のそうですよね、はい、205の C クラスの、はい、とほぼほぼ変わらないような形状ですね。変わらないような形状のがついてたりとか、はい、ただ全体的にシルエットはやっぱりちょっと一つ世代の前、そうですね、ボンネットの形とか、はいはい、ただバンパーの形はまあ新しいですよね、最近に通じる、はい、そうなんです、グワッていう国産のバンパーですよね。はいはい、そしてもうちょっと他のとこと違うのは、はい、この辺がメッキが結構、まあ、そうですね、後からちょっと追加したのもあるみたいなんですけど、はい、ふんだんに使われてますよね。はい、なんかその辺もなんかこうちょっとイメージが違いますよね。はい、まあ、他のセダンなんかだとこうマットのシルバーが、はい、だったりしますね。まあ、この下側はマットシルバーなんですけど、通常ですと上もマットシルバーでこう合わせるところがなぜかメッキという、はい、ただちょっと車がなんか似合ってるんですよ、はい、ちゃんと。そうですね、合ってますよね。なんかちょっとアメ車感を感じるからですか。はい、だと思います。はい、で僕のその予習があってれば、なんかダッジのデュランゴ、はいはい、
もうそのアメ車の SUV、はい、それのプラットフォームを使ってるらしいですね。そうなんですか。らしいです。あ、それ全然知りませんでした。はい、はい、だから兄弟車って言ったら多分言い過ぎだと思うんですけど、はい、まあ、いろんなところがそのシャーシ設計だったりとか、はい、共通なん で、まあ、サイズ感しかりとか、はい、まあ、ちょっと細かいところとか、はい、まあ、そういうところは出てるみたい。出てるって感じなんですね、はい、だからまあちょっとアメリカっぽいなっていう感じなんですかね。で、あとは僕も板尾さんもちょっと衝撃受けてましたけど、はい、このグリルの中、はいはい、この発泡スチロールが丸見えという。そうですね、まあ、もちろんこれがダメじゃないし必要でついてるんですけど、はいはいはい、ここ丸見えできちゃうんだと。そうですね、ちょっと、はい、まあ、こんだけ、まあ、メッシュというか網目が、うん、まあ、奥を見えるちょっと作りになっちゃってるんで、せめてちょっとここはなんか隠していただけたらよかったかな。いや、でもそれは板尾さんダメなんですよ、はい、ダメですか、はい、僕らのそのフィルターがかかっちゃってる、ね、そうそうそう、フィルターがかかっちゃってる視点で見るとここはあれって思います。そうですね、そうそうそう、だこれがもうちょっとメルセデスの作ったアメ車、まあ、ちょっとそういう言い方いいか悪いか分からないですけどそういう視点で見ると、はい、まあ、ちょっとその大味な、はい、うん、そうね、メルセデスっていうのも、はい、まあ、一つありなんです、ありますね、はい、はい、ただ前回りは本当にこう伝統的なものと新しいものが融合されてて、ね、はい、まあ、割と台数も少ないんで、はいはい、ちょっとなんかこう見劣りする感じはやっぱりフラッグシップですし、はい、このデカさですし、はい、全くないかな、ないと思います。ただあとは僕はちょっとここは塗りたいなと思っちゃいました。ここは、はい、あ、そうですね、はい、ちょっとここのバランスというかもうちょっとこう何とかならなかったのかなっていう感じはします、はい、まあ、あとその辺は言っていただければ。そうですね、はい、まあ、全体含めてできます、ね、まあ、いろいろできますんで、はい、まあ、あとはそのメッキのパーツなんか少し足してあるみたいなんですけど、はい、まあ、まあ、この辺も外しちゃうこともできますんで、できますんでご相談ください、はいはい、そして横を回っていきましょうか。あと前もうちょっと触れていいですか、はい、どうぞ。あと車的にちょっと全くこう今まで紹介してない、はい、クラスというかジャンルの車なんで、はい、装備的なもの気になるんですけど、はい、結構いろいろついてるんですね。ついてます、ついてます。フロントのその、はい、まあ、360度のカメラのフロントの部分とか、はい、まあ、あとディストロニックも当然ついてて、はい、あとはこのコーナーセンサーなんかついてて、はい、でヘッドライトもインテリジェントのシーンに合わせてやってくれるものと、はい、あとハイビームの避けてくれるやつも全部ついてるという、だからもう最新の装備はしっかり。そうですね、まあ、2016年に出てますけど、もうその時点で最初からまあこれだけついてる。多分他の、まあ、ちょっとクラスが上っていうのもあるんですけど、最初から全部もうついちゃってますんで、まあ、オプションで言うとエクスクルーシブパッケージっていうのがあるんですが、それはちょっとこちらついてないんですが、まあ、もう本当に安全装備とかその辺必要なものは全部ついてると思っていただいていいと思います、はい、もうほとんどついてる、はい、だ本当にパッケージちょろっと足すか足さないかぐらいだけですね、はい、これがない足しとかないとないんだよっていうのはないんですよ、はい、ないですね、はい、だからもうほぼ全てついてると言っても過言でない、はい。そして横に回っていくとこのホイールかっこいいですね。そうですね、これすごくデザインいいと思います。ちょっといつも以上に狭いんですけど、はい、はい、そうですね、車が狭いんです、はい、これいいですね。ちょっとここの外側が、まあ、ポリッシュというかダイヤモンドカットというか、はいはい、でちょっとこの細かいスポークかと思いきや、はい、このちょっとちゃんと V とこのセットなんですね、はい、そうなんです、はい、でやっぱりブレーキは AMG ですから、 AMG です、はい、強烈なのが入ってございます、はい、サイズ的に言うとフロント390倍ですよ。でですね、でもこれ調べたら車重が2トン600ぐらい、2トン640でしたっけ、はい、あの重量税マックスの車です、はいはい、あのすごく重いです。これがもうリアルに必要になってくるかなっていう。そうですね、あとやはりエンジンのパワーもありますので、そうですね、はい、重さとエンジンパワーと、そうするとやはりこの大きさっていうところだと思います。僕唯一その、はい、ネットのその書き物で、はい、この GLS63 かな、はい、レビューしてるのを読んだんですよ、はい、それには超人ハルクって書いてある、はい、まさにでもぴったりだなと思って、ぴったりですね、はい、書いてる人の言葉のセンスすごいなと思って、はい、そうですね、確かにそうだなと思って、はい、そして足元なんかはエアサスがしっかりついてて入ってますね。でこのなりなんですけど、はい、結構そのオフロード性能もなんか結構考えられてるんですね、はい、そうですね、備えてますね、はい、まあ、装備的なものもそうですし、はい、まあ、あとはそのフロントバンパー そのアプローチ角が結構取れるようになってて、はい、本格的なそのオフロード走行なんかもいけちゃうと、はい、だと正直に全部伝えるとすると、はい、まあ、ちょっと今回新車装着の2016年式のタイヤなん で、はい、タイヤはちょっとそろそろ交換したいかな。そうですね、もうこちらはもうちょっと山の方もなくなってきてますんで、ご購入いただいた時に、まあ、ちょっと入れていただくっていうのが一番よろしいかなと思います。あとはもうボンドですから丸ごとタイヤホイールごと変えちゃうなんていうのも、はいはい、そうですね、はい、っていうのもありです、はい、せっかくなんでありなんじゃないかなと。あとはこのちょっとこのフェンダーも別パーツでボコって出てるんですね、はい、そうなんですよ。だからよりこうデカさが強調されてますよね、はい、
でさっきからでかいでかい言って実際 の, その数値的なものを一切言ってないんで、はい、ちょっと改めてになるんですけど、はい、これが長さが5160、幅が1980、高さが1850、はい、いまいちピンとこなかったんで、はい、まあ、他の車で比較してみたら、はい、なんかランクルの200系と、はいはい、まあ、大体同じぐらい、同じぐらいですね、ちょっと長いぐらいですかね、はい、そうですね、はい、で、まあ、結構皆さん一緒に検討されるぐらいのボディサイズでいくとレンジローバー、レンジローバー、はい、のロングホイールベースよりちょっと短い、短いです、ね、はい、幅だったり高さなんかは割と、はい、そうですね、板かよとか、はいはい、だからまあギリギリ使える、はい、こう大きい車かなっていう、そうですね、はい、アメ車っていうところから入るとこれよりでっかいアメ車って結構あるじゃないですか、もういっぱいありますね、はい、でそこまで行くと、はい、やっぱり都内の駐車とか、そうですね、それどころか、そう、自宅もやっぱり所有できる人って、そうなんですよ、限られちゃいますね、限られちゃうじゃないですか、はい、だからギリギリこう、そうですね、あの普段使いできるサイズだとは思います、うん、のマックスのサイズかなっていう感じはします、はい、ですね、一応最小回転半径なんかも 5.7 メーターということで、そうなんですね、はい、じゃそんなにとてつもなく取り回しが悪いわけじゃないです、ね、じゃないです、でちなみにあの GLC63 とかだと 5.9 なんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、なので、まあ、20センチほど、まあ、小回り効くのかなっていうところなんですけれども、なるほど、まあただやっぱりちょっとこう乗った感じのこう大きさっていうのが多分違いますんで、まあ皆さんおそらくそこまでこう最小回転半径って気にしてないと思うんですけど、はい、なるほど、はい、あの思ってるよりは小回り効くと思います、なるほど、はい、やっぱりイメージとその、はい、ちゃんとギャップないように合わせておかないとダメです、はい、そうですね、はい、そして、まあ、この V8イターボ、はい、Y ターボはこれはちょっと後で触れましょう、はい、エンジンもやっぱり土球のやつが、土球のやつが乗っかってますね、はい、A の土球のやつが積んであるそうなんです、はい、あとミラーだったりはちょっとやっぱり、そうですね、時代を感じる、感じます、はい、ただこのでかい車なんで、はい、ちょっとこのカクカクっとしたミラーも似合ってる、はい、全然似合ってると思います、はい、あとこのなんていうんですか、ランニングボードっていう、ランニングボードですね、はい、これもこれちょっとあれですね、はい、さっきカメラマンも言ってましたけど、ちょっとこう汚れちゃうのが、はい、難点ですね、そうなんですよ、汚れちゃうんですけど、これは、まあ、ちょっと薬剤を使えばちょっとこう茶色いサビみたいなのは取れると思います、なるほど、はい、このゴムの縁のところがちょっと、そうなんですよ、汚れやすくなっちゃう、これはもうちょっとどのお車もこのランニングボードついてるお車そうなんですけど、やはり年数経ってくるとどうしてもこんな感じになってしまうので、はい、まあ、リフレッシュしようと思えば、まあ、できますね、はい、この辺もじゃあご存じいただけ、はい、とこの辺がちょっと足してあるんですかね、そうですね、はい、はい、メッキのこの辺が追加されていると、あとバイザーも純正のものがついてますけど、ついてますね、はい、まあ、このサイズだと、まあ、結構使われる方もいらっしゃるのかな、はい、はい、そうですね、であとはもう、はい、洗車が大変、はい、やっと手が届くぐらいなんで、もう正直これ洗車ってなったら、あのすみません、スタンドで洗ってくださいっていうのが一番だと思います、いいかもしれないです、はい、がもうあの足場になってるこういう脚立が必要な、ね、必要ですね、横にこう長いやつあった方が便利です、はい、あとは後ろなんかはさすがのサイズで、はい、でリアに関してはブレーキが345、はい、リアもでっかいですね、でかいですね、タイヤもだって22インチのこのサイズです、22です、はい、285、はい、強烈なのが入っています、そして後ろ行っちゃいましょうか、はい、後ろもなんかこの AMG のこの教科書通りというか、そうですね、このスクエアの4本出しと、はい、まあ、この辺なんか特にもうディフューザー関係はもう、ね、もう他のモデルにも通じる、そうですね、おなじみな感じな形ですね、ただこの辺のなんかデザインとかフィニッシュとか、はいはい、ちょっとアメ車を感じましたよ、そうですね、はい、メッキだったりだとか、そうですね、ここも実際メッキですからね、そうですよね、これなんか結構こう傷つきやすいところじゃないですか、メッキとかだと結構曇っちゃったりするのかなと思うんですけど、そんなにこちらのお車は、はい、曇ってもないですし、結構他のヨーロッパ勢こういう大きい SUV でも、はい、ここになかなかこのメッキのこのこれをつけるってあんまりないですよね、はい、ちょっとその辺でもこうデザインでもアメ車感がありますね、少し出てるのかなっていう気はします、あとテールはこれ、はい、よくよく見るとすごい造形してますね、そうですね、中の方とかもすごいんですよね、なんか表は平面ですけど、はい、これ中よく見ると、そうなんですよ、え、どうなってんのっていう、あ、こんな風になってるんですね、なかなかこうまじまじ見たことなかったないですからね、意外に凝った作りしてますよね、デザインになってます、
あと一応マフラー一緒に触れておくと、はい、AMG スポーツエキゾーストが、はいはい、63なんでついてます。ついてますね、はい、なんでバルブがついてて、はい、モード切り替えで、はいはい、開きますね。音がスポーティーになったりとか、はいはい、そんなマフラーになってると。この感じでしょうか。はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい。まあ、当然のスマートキー、はい、全部ついてるんですね。全部ドア、はい、ついてますね。そしてさっきカメラマンも確認しましたけど、はいはい、確認してましたけれども、さすがにないです。この辺はついてないと、はい、っていうかでも、はい、ドアが重すぎて、はい、勝手に閉まります。そうですね、ある程度こう、はい、流していただければ、はい、そしてこのドアの重厚感すごいですね、はい、すごいです。最初開けた時うわ重って思っちゃいました。さすがって感じの重さですね。めっちゃ重たい、はい、もう絶対もうなんかこう万が一の時も乗員を保護してくれるんだろうなっていう、はい、そのぐらいの厚さもありますからね、はい、めちゃくちゃ重厚感のあるドア、はい、そして内装に関してはこちらシートご覧ください。しっかりメルセデスというか、はい、AMG というか、はい、ナッパレーザーですかね。ナッパですね。ちょっとこうステッチェの主張激しめのヘッドレストとかすごいことになってますけども、ね、ヘッドレストすごいですね。ちょっとこれもでもなんかこうスポーツシートというよりかは、はい、こうちょっとラグジュアリー系ですね。もうしっかり包み込んでくれそうな、これも専用なんですよね、はいはい、形状が。そしてこのフィニッシュもナッパレーザー使ってるのが63専用ということで。そうです、はいはい、そしてステアリングはちょっとステアリングは僕あれと思っちゃいました、はい、そうですね。なぜここアルカンを持ってきたのかなっていう。ここもレザーでいいんじゃないかっていう感じですよね。あれなんですかね、ちょっとパーツの共有化の関係なんですかね、じゃないかなとは思うんですよね、まあ、シートとかに僕はアルカンターラとか使ってればいい。そうなんですよね、今回のこちらのシート全くアルカンの部分がないので、それを考えるとやっぱそこはレザーでいいんじゃないのかなってと思うんですけど、はい、ちょっとその辺の細かい事情は分かんないですけど、はい、僕はちょっとこうあれって思っちゃいました、はい、あとはちょっとさすがにこう、はい、距離が、はい、今回28,000キロ、28,000キロ、はい、ちょっと、ね、ということで少しこう、はい、アルカンターラの、はいはい、ちょっと寝てきちゃってる、潰れてきちゃってる感じはございますね。で逆に、はい、僕これステアリング張り替えちゃってもいいかな。あ、そうですね、張り替えもありだと思います、はい、アルカンやめて、はい、もうレザー、レザーラッパーレザーで全部張り替えちゃう、はい、パンチングとかすればいいですもんね。でまたこう手に触れる部分がこうパリッとなってると、はい、すごくこう、そうですね、なんですか、新しさを感じる、はい、感じます感じます。多分非常におすすめな、はいはい、カスタムですね。カスタムの内容でございます、はい、であとは基本的には、まあ、メーターだったりとか、はい、まあ、その辺はおなじみのものが、そうですね、はい、全部備わっているという。じゃあ続いて乗ってみたいと思います。はい、これ今車高は普通ですよね。ノーマル状態になってるはずですね。これちょっとランニングボードを使うかそのまま乗るか迷う高さです、はいはい、迷う高さですね。もし上げてるようであればちょっとあった方がいいのかな、はい、そうですね。あとは本当に小さいお子さんとかいると結構活躍しそうな、はいはい、感じでございます。でシートはどうですか。ラグジュアリーです。ラグジュアリーですもうしっかり包み込んでくれる系のシートも割と柔らかいですね。柔らかいんですよ。サイドのサポートなんかは。ただ背中側のサポートは結構しっかり、はいはい、結構こう狭まってますよね。でこの下側のこの張り出しというんですかね、はい、これは少し柔らかめで、はい、ちょっとこうソファーって言ったら言い過ぎですけど、はい、割とこう包み込まれる系の。でナッパレザーなんでスベスベで、はい、気持ちいい肌触りですね。気持ちいいですね。そしてシートの装備的にはこの辺の細かい調整なんかもついてて、メインの調整はこっちのドアなんですね。ドアです、はい、これちょっと不思議です。そうですね、うん、でも昔っていうか一世代前のメルセデスってこれでしょ。そうですね、こちらになってますね。こんな感じになってると。でこの辺の調整も細かく、はい、できるようになってると。もう調整の仕方が分かってなかったです今できるようになってると。こうか、はい、こんな感じで。でしっかりメモリー付き、はい、そして装備に関しては、シートヒーターと、はい、あとベンチレーションもですかね、はい、しっかりついてる、はいはい、まあ、当然ですね、の装備ですよね、はいはい、こんな感じになっております、はい、そして先ほどちょっと触れたステアリングはこんな感じです。ステアリングはもう他のモデルとも共通パーツですもんね、はいはい、この辺のナビ操作だったりとかできるようになってて、パドルもついてて、パドルですよこの車で。そうですね、はい、パドルですね、はい、でもこのエンジンとこのブレーキでカットンできるわけですから。そうです、はい、そしてディストロニックも当然ついてると、はい。そしてメーター関係に関しては、あ、これちょっとカーボンになってるんですね真ん中。あの、そうなんですよ、真ん中ちょっとカーボン入ってますね、はい、ちゃんと他の63シリーズと、はいはい、共通な感じですかね。 AMG のロゴも入ってて、はいはい、そして真ん中は液晶タイプですかね、はい、どうにしましょうか、まあ、この辺おなじみですね。あ、しかもちゃんとこれ63、そうですそうです、なってます、はい、
こんな感じになってます。でさっきちょっと音が鳴りましたけども、今回の車はレーダーもついてる、はい、そしてこの辺のスイッチ関係はもうおなじみ、おなじみですね。他のこの世代も、はいはい、あこの世代の車なんだなっていうのをちょっと感じました。感じますね、はい、そしてもう一点、はい、こっちでございますそうですね、ここがちょっとやっぱりガラッと変わったのもあるし、はい、これのスタートが結構前だったじゃないですか。前です。はい、なんでここだけはボタン、そうですね、はい、これはちょっと感じてしまいました。そうですね、他の車種なんかも2017年ぐらいまででしたっけ、ですかね、これって確か、はい、だもう最後の方は最後の方なんですよね。そうですね。でスタートがもう2000何年からだ、7年とか、うん、そうですよ、はい、だこのインターフェースのこう使用期間が長いんで、はい、長いですね、こう最初から知ってる人だと、はい、結構こうあこれっていう感じ、ね、ただこれ全然悪いんじゃなくて、はいはい、やっぱりこの長いその使われてきたのを知ってると、はい、ちょっとこの感じてしまうというか、そうですね、年季を、はい、そうですね、はい、感じてしまう感じで、あとはディスコは一応入るんですよね。入ります、はい、であとメディア関係に関しては一通り、はい、ついております。全部ついてる、はいはい、で今回の車は地デジが、まあ、もちろんもともとついてるんですけども、はいはい、後で後ろで紹介しますけども、はい、後ろでまた別のソース、ね、エンターテインメントが楽しめるようになってると、はいはい、あとナビに関しては、はあ、でじゃあちゃんと正直に僕は全部、はい、全部伝えますよ。これ違うと思うんです。別に僕、はい、よく言ってるわけでも取り繕ってるわけでもなく、はいはい、ここ数年のナビの進化が早すぎる、はいはい、そうですね、そう思いません？はい、早いですね、はい、だからこう、はい、ちょっとこう少し前で別に悪いわけじゃないんですけど、はい、ちょっとこう少し前なだけで、はい、操作にちょっと戸惑った。戸惑います、はい、で今のが良すぎて、はいはい、そうなんですよ。あれってちょっと思っちゃうんです。僕らもあれですよ、お客様に納車の時に説明する時なんかに、あれあこれこっちじゃなかったっていうのはたまにありますね、はい、本当にだからナビの進化のスピードは半端じゃないですよね、はいはいはい、でも一応こんな感じのナビになってるんで、まあで全く使えないってこともないですし、あもちろんもちろん、はいはい、まあ、あとはもう年数、これ多分データ2016年のままですよね、データバージョン、あ2018年なんで1回アップデートしてあると、アップデートしてありますね、はい、とんでもないのを走らせることは多分ないと思うんですけど、はいはい、そうですね、まあ、心配であればもう1回バージョンアップしてもらわないし、はいはい、もしくは最近本当に携帯スマホのナビが進化してますから、はい、まあ、そんなものを使っていただくとか、はい、あとはカープレイなんかも多分後付けできますよね。後付け、これできるタイプかな、あこれカープレイなってんじゃないかな、入力があれば多分できますよね、はい、あそれもできますね、はいはい、なんでメディア関係の、はい、システムマップは、はい、うちボンドプラスがありますから、もちろんもちろん、まあ、いろいろご相談いただければ、はい、こんなんできないのって、はい、いろいろできるで、できます、できます、はい、まあ、何でもご相談いただけるといいんじゃないかなと、はい、であとは先ほどちょっと触れましたこのエアコン関係、はい、ダイヤルがちょっとこのオフロード感が出てます。はい、出てますね。で一応フロントデュアルゾーン、はいはい、こんな感じになっております。であとここなんですよね、ここですね、はい、この、はい、暖かくなったり冷たくなったりするドリンクホルダー、ドリンクホルダー、はい、正式名称勉強不足で分かりません、はい、がついてると、はい、これ何気に良くないですか。これいいと思います、はい、特に今の時期、はい、もうちょっと入れてたらすぐぬるくなっちゃいますけど、まあ、冷たくこう保温保冷ができるような形になりますので、すごくいいと思います。これをぜひ、はい、下のクラスにも、はい、全部つけてほしいですよね。全部つけてほしいです、はい、そう思います。それはこれいいっすよね、はい、女の子もしっかりついてると。で少しここが小物入れみたいなスペースになってて、はい、まあ、コマンドシステム、はいはい、これもだからちょっとこの進化が著しすぎて、はいはい、ちょっとこの最近のに慣れちゃってると、そうですね、あれってなっちゃいますけど、はい、でもこの間お客様、そういう風に言ってる方がいらっしゃいました、はい、ここがやっぱり慣れてると使いやすいよ、はいはい、使いやすい、そうですね、特に GLS 左ハンドルしかないじゃないですか。ないです、ないです、はい、そうすると漏れなく利き手で操作できるじゃないですか。できます、はい、そうするとここ使い方さえ慣れちゃえば、はいはい、そうですね、右手でできますからね、右利きの方は。で僕みたいな原始人で1個しかなんか覚えられないと、はい、ちょっと戸惑っちゃいますけどこれ意外に悪くないんじゃないかな、まあ、そうですね、はい、もちろんそのデザインに関しては、はい、その一世代前 の, 前の形ですね、マスキー嫌いあるかもしれないですけど、はい、こんな感じのコマンドシステムになっております、はい、であとは細かい車のモード切り替え、はいはい、設定切り替え、車高の上げ下げとか、はいはい、出し回りとか、はい、であとはこっちのです、ね、はいはい、こういう感じなんですね。そうなんですよ。なんかこの辺もちょっとオフロード感が演出されてますね、はい、こんな感じになっております。そしてアームレストはこの高級車特有の真ん中からパカッと開くタイプですね、はいはい、そしてこの中は
あ、割と深い。深いですね、はい、ちょっとあのペットボトルは無理ですけど、はい、3号缶ぐらいだったら2本ぐらい入りそうですね。入りますね、はい、で USB がタイプ A ですかね、はい、2ゲートついてるとこんな感じになっております。であとペダルがこのステンレスのイボイボのタイプ、はいはい、これちょっとなんかこれもオフロード感ちょっと感じますね。感じますね、はい、で割と足元のスペースが広いんで、はい、ちょっとこうごっつい靴なんか履いてても大丈夫ですね、はいはい、運転できそうな感じはします。だってフットレストももう十分ですもん。十分ですね、はい、こんな感じになっています。で上に行くとピラーなんかはこのファブリックで、はい、バイザーはこのビニールのタイプですかね、はいはい、こんな感じにバニティもついてて、あ、これ一応2ついてるんですね。そうです、二重になっててこのサイドからの紐よけて、はい、前からの紐よけられるという、はい、そんなのもついてると。そしてサンルーフがやってまいりました、はいはい、このソフトタイプのシェード付きの、はいはい、サンルーフ、これ後ろもですもんね。後ろもです。このただでさえでかい車内が開放感がさらにアップしているという、はい、すごくいいと思います。こっちいいですね。でかい、これいいですね。ちょっといいですよ、あの、はい、海に行きたいです。あ、いいですね、海にこのでかい車で、はいはい、ちょっと海水浴に行きたいです。こんな感じになっております。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、後ろもドアの重厚感がすごい、はい、そうなんですよ。そして後ろはもうさすがの広さでございます、はい、広いですね、足元。板尾さん乗ってみますか。はい、乗りましょうか。乗り降りどうですか。乗り降りも今だいぶ楽そうでしたね。そうですね、皆さん思ってるよりも、私ぐらいの身長の方ならスムーズに多分乗れると思います。で降りる時も実際ちょっとやっぱりつかないんですよ。ですけど、まあ、ちょっと踏み出していただくような感じで出ていただければ問題はないかなと。この辺のスペースが結構大きい気がします、はい、そうなんですよね。ここちょっと間口がちょっと広いのかなっていう感じしますので、もう無理なく乗れると思います。アクセス良さそうです、はい、そして乗って座った感じはいかがでしょうか。はい、後ろの方も座面はソフトですね。やっぱり、コンフォート寄りのシートになってます。背もたれも十分高さありますんで、まあ、なんですかね、私ぐらいの身長であれば、肩までちゃんとこうホールドしてくれるような作りになってます。板尾さん身長いくつでしたっけ、はい、170ちょっとですね、はい、で多くの方がおそらく大丈夫です。大丈夫だと思います。で天井も足元もかなりスペースありそうです、はい、全然問題なく、はい、スペースございます。ただちょっとやっぱりどうしてもこういうシートなのでホールド感はちょっと薄いのかなっていう感じはします、はい。そして装備的なものでいくと、はい、エアコンが一応3ゾーンになるんですかね。3ゾーンですね。一応まあこちらと、まあ温度調整とあと風量調整、もちろんオートモの機能もついています。であとはまあシートヒーターは、両座席ともついているような形になりますね。なるほど、はい、そして目の前にあるのが、はい、先ほどちょっと触れました、そうですね、ちょっと後付けの、車外のモニターが、左右それぞれ1個ずつついて2つついてます。でちょっとこれ面白いのが別系統で、ちょっとチューナーとか取ってますんで、前と後ろでこう違うものが、テレビなんかも見れるよという風になっております。そうなんですね、はい、さっきちょっとその下見で見てたら、はい、テレビが前と後ろで違うものが流れて、音声も前と後ろで違うものが、はいはい、別々で出てきます、はい、だからこうわがままな、はいはい、子供を乗せても、そうですね、はいはい、まあ、前は前で楽しんでいただいて後ろは後ろでも楽しめるという、はい、そんなのもしっかりついてる、はい、ついております。で続いて、はい、今日はこう後ろの席が2つあるんですよね。そうですね、2列、はい、になります。ちょっとこの肩の部分に、ボタンがありますので押していただくとこんな感じですね。なるほど、じゃあワンタッチで、はい、その収納というか、はい、折りたたまる操作までやってくれるわけです、はい、できますね、はい、そうすると後ろの席に、はい、後ろの後ろの席、はい、にアクセスできる、はい、そしてニザ、はい、これ僕さっき下に座ったんですけど、ええ、割と乗れる、割と乗れますね、はい、めちゃくちゃ快適かというと全くそんなことないですけど、ないですけどね、はい、割と乗れる、乗れますね。なんかもう体育座りで、はい、もう本当に我慢というよりかは、はい、結構乗れちゃう、乗れますね、はい、ちょっとじゃあ今試しに乗ってみましょうか、はいはい、よいしょ、あ、これ、はい、これ倒れてるから、はい、この後ろのアクセスも普通に、はい、いけちゃいますよね、はい、そして乗ると奥に座ってみましょうか、せっかくなんで。まずちゃんと足がこのシートの下に入ります、入りますね、はい、でもちろんそのもうぴったりくっついちゃうぐらいですけど、はい、
僕みたいな小デブが座ってもう全然許容範囲。そして後ろはこのヘッドレストが畳まってますけど、出せば意外にで天井もギリギリ大丈夫。大丈夫ですか。ただアームレストとかはないんで、はい、ちょっとこうホールドは正直良くないです、はい、ただ割と長時間これだったらいけちゃうんじゃないかな感じですよね、はい、子供だったらもう全然もっと大丈夫。全然問題ないと思います。そしてこの後ろの装備はドリンクホルダーのこのちっちゃめなのが1個、ちょっとペットボトルあれですかね、物によっては刺さないかな。そうですね、物によっては多分そこ入らないと思います、はい、そうですよね、はい、ちょっと絶妙なサイズのちょっとドリンクホルダーがついてると。でエアコンの吹き出しなんかもしっかりついてるんで、はい、まあ、そんなに超タイトじゃないかなっていう気はします。しますね、はい、あと一応マップランプとかもついてるんですね。ついてます、ついてます。なるほど、マップランプなのかトランクのランプなのかどっちですか、ね、両方両方ですか、ね、いやでもこれ読書マークがついてるんで。あ、ついてます。あ、じゃあマップランプです、ね、マップランプですね。こんなのもついてるみたいです。じゃあ続いてトランクを見てみたいと思います、はい、トランクもちょっとこの音、はい、ギミック、はい、アメ車を少し感じました。感じますね、はい、このどでかいゲートと、はい、このどでかいダンパーと、はい、ダンパーがすごいですね。そして今このリアのシートが起きてるんで、はい、まあさすがにその状態だとこのスペースですけど、はい、これがこれですよね。はい、電動で。で、あ、そう、押す方ですね。そうです。すいません、めちゃめちゃ恥ずかしいミスを何回も起こしてしまいました。はい、当然電動で。ああ、こうすると結構あれですね。もう十分な、十分な、はい、スペースで。ただシートがやっぱり畳まってるんで、はい、高さは少しあります。あります。はい。もう少し低かったら。元荷物が詰めるかなって、はい、でこの下はスペアタイヤ、はい、スペアタイヤ入ってます。珍しいですね、この畳んでるタイプっていうか、はい、このタイプのスペアタイヤが入ってる。やっぱりどうしてもちょっとオフロード寄りにしてる部分もあるんだと思うんですけど、やはりあのパンク修理キットっていうよりは安心できるのかなっていうとこなのじゃないかなっていう気がするんですよね、まあ、容量的にどうしてもタイヤサイズすごく大きくなりますから、はいはい、やっぱり現物積んどいた方が、はい、安心は安心かなですよ、ね、気はしますね、はい。そして今回はちょっとこの後ろのこのシートだけ倒してますけど、はい、この前も倒せば、はい、倒せます。とてつもない容量が稼げるわけですね、はいはい、ちょっと入れますね。上げてみましょう。そしてこのシートもだってこれ倒れる時もちゃんとこの前の座席が、はい、そうなんですよ、はい、前に出て逃げてくれるわけじゃないですか、はい、逃げます、はい、そしてこのスペースですよ、ここから使えますから、はい、これいいですね。そうですね、まあ、本当な長物もある程度までは7人乗りですけど、はい、これ5人とか4人で使うんだったら、はい、キャンプとか、あ、もうそうです。ちょっとそれ言おうとしてたんですけど、3列目使わなければ多分こういう SUV の中でも荷室って広いと思うんですよね。で、まあ、本格的な、まあ、クロカン、まあ、メルセデスとゲレンデとかありますけど、通常はまあ一般使いしたいっていうんであればこの GLS とかサイズ感も、まあ、ちょっとありますけど荷物も積めるし人も乗れるしということで、まあ、いいとこどこ取りの車なんじゃないかなと思います、はい、もうアクティビティとか、はい、持ってこいかもしれません、はい、これはこんな感じのトランクになってます。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、エンジンがもう安定の安定ですね。名機名機ですね、はい、5.5 リッター、はい、これが馬力が585馬力でした、はい、そうです。でもこのどでかいエンジンが普通に収まるっていう、はい、でこれサイズ感が多分伝わるんじゃないかな。そうですね。そしてもうこの重量このデカさの車ですから、はい、もうなんかちょっとこうメルセデスの63シリーズって、はい、やっぱりちょっと車よりエンジンが超えちゃってる感あるじゃないですか。ありますね、はい、まあ、ちゃんと見ていくともちろんそれ受け止めるシャーシがあるんですけど、はい、この車に関してはぴったりする、はい、逆に言うとこれじゃないとダメじゃないかなって感じしますね、はい、まあ、一応3号とかってラインナップありますけど、はい、やっぱり一番しっくりくるのってこのぐらい来ちゃって、はい、ですかね、はい、いいかなっていう気はします。感じですよね。で意外にもなんかエンジンルーム、はい、なんかちょっともうちょっとアメ車感感じるかなと思ったら、はい、まあ、あんまりですね、ないですね。で細かいところ見ていくとフェンダーなんかこれ結構アルミだったり、はい、モーネットだったり、はい、アルミだったりとか、はい、で最近だと結構ヨーロッパ系の車でも、はい、そのアメリカ系のブランドと、まあ、フィアットクラシラグループだったりとか、はい、結構そのプラットフォーム共通にしてたりするとこの辺のちょっとそのエンジンの他の補給類そうですね、はい、なんかにちょっとこうビスだったりとかに、ね、はい、こうちょっとあこれちょっとアメ車と共通かなっていうところがありますよね。あったりしますけど、はい、これあんまりないですね。ないですね。
見た感じ何かこれを見てっていうのもないですね。ないですよね、はい、ここちょっと意外でした、はい、僕、はい、そうですね、ちょっとこの辺結構走りなんかにも通じるところあるかもしれない、はい、ないですね、はい、ちょっとこの後乗ってみたいと思います、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。はい、行きましょう。とりあえずじゃあガソリンがないんで、はい、またガソリンを入れたいと思います、はい、3000ぐらいでいいですかね、はい、これは矢印が書いてあるんで右側ですね。メルセデス書いてあるからいいですよね、うん、だいたいメルセデス右側ですね。右側ですね。よいしょ。うわ、でかい。でかいですね。でかいです。でかいんですよ。ちょっとオカマっぽい喋り方になっちゃうこれカメラ個別に出したりとかっていうのはバックに入れないんじゃないですか。あれこれなんだっけ。あ、出ます。360度カメラ。あ、超便利じゃないですか。便利ですね。ここがこう、そうなんですね、ぴったんこじゃないっていうのは、はい、ちょっとこう、はい、そうですね、年式的な、特にこのデカさだとありがたさ半端ないですね、はい、ないと逆に言うとちょっと困る方多いんじゃないかなって感じですね。そしてこれあれなんですよね、はい、あのパーキングのアシストなんかもついてるんですよ、はい、そうなんですよ。だ結構使えちゃうという。あとは一通りこんな感じでしょうか。で装備的なもので言うとブラインドもついてるし。ついてますね、はい、そうっすよね、はい、一通りだから今ついててほしいなっていうものはついてますね。ほとんどついてるという、はい、これが、あなるほど、こんなのもついてるんですね。ついてますね。じゃあマジのオフロード走行とか。そうですね、はい、ガソリンも入ったところでいきますか、はい。ドリンクホルダーこれで切り替えるんですね。そうですね。これあれですよね、ちゃんとあの冷たい方だと青になって、はい、暖かい方だと赤って、はい、非常に分かりやすく視覚的にも、はい、これ本当全車標準に欲しい。欲しいですね、はい、よくこの何ですか、センターコンソールとかがこう冷えるとかホットとかのあるじゃないですか、はい、ありますよね。あれよりもこっちの方がいいですよね、はい、絶対。ここが暖かくなったりしますけど、はいはい、それよりこっち先ですね。こっちの方がいいです。ちょっとじゃあ、うわすごい。これはですね、あの当たり前ですけど、どんな感じですか。重厚感がすごいものすごい、こうでかくて重たいものを力でこうねじ伏せて動かしてる感がすごい。あ、でも、はい、乗り味これアメ車じゃないっすね。じゃないですよね。って言ってもそんなにもういろんなアメ車乗ってきたわけじゃないですけど、はい、わあわあわあ、どっから説明すればいいですか。どうしましょうかね、まあ、乗り心地は割といいっすね。いいですね、はい、あとこれ、まあ、当然ですけどあれですよね、何でしたっけ、あのアクティブカーブシステムついてるんで、スタビが多分、はい、あの電子制御でロール量を抑えられてるんですね。なんで多分横揺れとかもほとんど感じないっていうのはおかしいですけど、普通のこういう背の高い車にしたらコーナリングなんかもすごくいいんじゃないかなと思います。でメーター320キロまで振ってるってことは、はい、やっぱり中身はちゃんとメルセデスなんです。そうですね。乗り心地の割とこの良さにはびっくりしました。まあ、もちろんその22インチもあるし、はい、タイヤもまあ少しコンパウンド硬くなってるのもあるかもしれないんで、はい、まあ、少しこの段差のターンターンっていうふうに拾いますけど、はい、全体的にはこのストローク量もかなり確保されてるんで、はい、もう全然
AMG っていうとやっぱりこう乗り心地ちょっと硬いとかってイメージですけどね、全然です。それはないですよね、でしかも今モードだってスポーツになってるじゃないですか。はい、これスポーツになってましたね。でコンフォートにしたらもっと、いや全然全然いいですよ。そしてステアリングはしっとり重めです。重めですか、はい、はい、レンジみたいなちょっと軽くてっていう感じじゃないですね、はい、はい、こうシルキーなハンドステアリングフィールというよりかは重めでかなりしっかりした感じで、あとは車のなんかその、はい、なんていうんですかね、ちょっとした動きがやっぱりちょっとこの、近くに学校があります。あ、教えていただいてありがとうございます、はい、車のあのちょっとした動きが、はい、なんていうんですかね、重たいのをちゃんと自覚させられる感じですか。例えばさっきの切り返しみたいに前出て後ろ出てとかっていうのも、はい、やっぱりクリップ弱めだし、はい、そうですよね、アクセルグッて踏んで、初めてうわーって出る感じですよね、はい、で特につい最近撮った車が CLA45 なんで、はい、ギャップがすごいです。そうですね、ギャップがすごいです。 CLA45 と比べたらそうですね、はい、ただ見切りとかは割といいっすね。いいですね。いいです、いいです、はい、視界もいいし、ただ後ろは結構あれですね。そうですね、距離を感じます。ちょっと長いですよね後ろまでが、はい、だ後ろの車が、はい、多分十分車間開けてくれるんでしょう、はい、くれてるんでしょうけど、あの車種がほとんど分かりません。確かに、はい、かなり遠く感じます。ドライバーとルーフぐらいしか見えません、ね、そうですね。なんだろう、やっぱりあれですね、V クラスぐらいなイメージの長さですよね。V クラスの方が後ろ短いかな。これでもいいな、本当にキャンプとかアクティビティ最高っすね。そしてあ、割と小回りも、はい、効きますよね。効きます。そしていいですか、585馬力を少しだけ。おお、モリモリっとこう、おお、あのセダンクーペのバキュンじゃないですね。そうですね、はい、でもあれあの今4リッターになっちゃってるじゃないですか、はい、それと比べるとまああのパワーはまあそんな変わらないと思うんですけど、なんかもうちょっとマイルドなんですかね、あの 5.5リッターのやつは。なんかブーストに頼ったそのパワーの出方じゃなくて、はい、ないですよね、潜在的なその排気量はい、から絞り出されてるパワーって、ね、感じですよね。確かにそれ乗り比べると結構違うかもしれないですね、はい、まあ、ちょっとこのサイズなんでそう感じちゃってるのかもしれないんですけど、いやただなんかマイルドな感じがするんですよね、うん、あと音なんですよ。音ですね、いわゆるアメ車の音じゃなくて、はいはい、ヨーロッパ V8 の音、はい、ね、アメ車 V8 の音とやっぱり絶妙に違いますね。違いますね、違いますね。ちょっとドロドロ感はやっぱりアメ車の方が、はい、そうですね、強いですよね。これはでもこのでかい車ですけど楽っすよ。そうですね、これは楽だ、高速とか絶対楽だ。ただ都内は逆に疲れちゃうかもしれない、ね、ただ一応サポート系のはついてるんで、ね、そうですね、はい、そうですね、これはでもいいかもしれないですよ、フルサイズの SUV のメルセデス、メルセデスが欲しいっていう人には、はい、ちょっとすごくニッチなあれになっちゃうかもしれないですけど、 そうですね、まあ、それがその登録台数に現れてるかもしれないですけどね、はい、ただ割とハマる人にはハマる、もう普通のメルセデスのセダンのビッグセダンとも違うし、違いますね、アメ車とも違うし、違いますしね、これもうトーっていう、っていうとね、燃費は気にしちゃダメですね。燃費はダメですね、はい、そこは気にしちゃいけない車です。でもその分こうもう何ですか、お手頃価格、はい、なってますね、なってるわけじゃないですか、はい、だから一つそれ魅力ですよね。魅力だと思います。なかなか新車で買ってやっぱり最初の5年で少し落ちるじゃないですか。落ちますね。で消耗品も、はい、まあその新車の保証ついてるとはいえ、はい、消耗品に関しては保証しくないじゃないですか、はい、保証しないですね。だその分この中古でいいのを買って楽しむっていうのはこれ一つありかもしれないです、ね、だと思います。ただこれ僕の家には止められません。そうですね、ただ本当そこだと思います。そうですね、都
内の方とかも多分ちょっと止めるってなると、うん、そうですね、これ立中とか入んないですもんね。そうなんですよ、ちょっと厳しいところはあると思うんですよね。でもやっぱりでかい車いいっすよ。いいと思います。みんなでワイワイ出かけられるし、このなんか人間ってこう無意識というか、はい、心理的にちょっとこの、はい、大きい車に乗ると気が大きくなっちゃったり、はい、あるらしいですよ。ありますよね、はい、だから無意識にその何ていうんですか、煽り運転しちゃったりとかっていうのも、はい、なんかその、はい、心理学者みたいな人言ってましたけど、はいはい、だから結構その大型の、みんなはみんなそうじゃないと思うんですけど、はい、そのトラックとか乗ってるとちょっとその気性が荒い運転する人が多いとか、はいはい、統計的にですよ、はい、でもそこから得られる何ていうんですか、こう余裕というか、はいはい、もありますよね。そうですね、はい、もう優雅ですもん、このどでかい、はい、あのこう助手席に座っててもすごくなんていうんですかね、あの安心感があるんですよね、うん、乗っててなんか象に乗ってた本当あのクルーザーとかなんか鉄の壁に守られてるぐらいな、そうっすね、感覚はありますね。もうちょっとあのクルーザーボートに乗ってる これちょっといいですね。横から突っ込まれてもなんか、いやもう絶対絶対大丈夫ですね。生き延びる、絶対大丈夫です、ね、あの確率高そうです、ね、これはだからやっぱり最初も言った通り、その何ですか、ちゃんとフィルターを外してちょっとこの車評価しないとダメですね。そうですね、そうですね、うん、メルセデスはこうだっていうフィルターでこの車を見ちゃうと、うん、やっぱりその車の作りだったりコンセプトだったりにこう違和感を感じてしまいますけど、はいはい、そうですね、純粋に車としてどうなのってフィルター外してみた時に意外にこれいいんじゃないってなりますね。ましてやこのお買い得具合と重なれば、そうですね、はい、ちょっとこの駐車環境と使用環境と、はい、選んでるかもしれないですけど、そこだけですね、そこだけネックスよね。そこだけですね。これはでもいいっすよ。これとちっちゃい車いいな。またゲレンデと違いますもん。なんか違う、全然違いますよね、うん、キャラクターも立ち位置も全然違うんで。おいい感じですこれでも本当に踏んでったらどこまで行くんですかね。まだ伸びますね、きっと。なんか今の感じですと200巡以上巡航とかできそうですね。でも多分ヨーロッパとかしてるんでしょうね。してんじゃないですか。ですよね、まあ、320キロ絶対伊達じゃないですもんね。これちょっとポテンシャル半端ねえな。いやー、いい車でした。これもありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後になりますけれども、はい、まあ、買い取りの方もまだまだ、ね、まだ強化中ということで、はい、ずっと強化中です。まあ基本的にでも車種問わずですもんね。はい、あの何でも買い取らせていただいてますので、まあお買い替えのタイミングで、まあ例えば下取りディーラーに入れるとか、そういったお車もぜひぜひお声かけいただければ、うちでの価格をちょっと出させていただきますので、はい。まあ見積もりに関しては無料なんで、はい、はい、ぜひぜひ、まあ、気になることがあれば。はい、お声かけいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はメルセデス AMG GLS63 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。